原田綿貫です。現在ね、上越線の水上駅に来てます。ここから何をするかっていうと、ここね、JR の上越線なんですけど、この水上から越後湯沢までの区間ってね、結構本数が少ないんですね。で、まあね、上越国境と言われていて、谷川岳って山を越えるんで、そこのね、間の利用者が少ないんで、本数が少ないんですけど、途中の駅にね、土合駅っていうすごいトンネル深くの駅がありますけど、そこは有名ですけど、その他の駅もね、多分結構ね、なかなか山の中にあるような駅があると思うんですね。なので今回は水上から越後湯沢の間の上越国境区間全駅訪問ということでやってみようと思います。で、ここ水上駅なんですけど、駅の前はね、お土産屋さんとかで結構綺麗なんですけど、ちょっとね、遠くの方を見るとこう廃業したと思われるホテルとか結構あるんですね。昔は温泉街で栄えてたんですけど、今はね、規模が縮小してるって感じがします。ちょっとね、駅の周辺を歩いて見ていこうと思うんですけど、やっぱね、駅の敷地が広いですね。昔はね、やっぱり鉄道の要所で栄えてたところだと思うんですけど、今ちょうどね、列車が1本止まってるんで、あとね、発車を見届けようと思いますけど、で、SL が止まってますね。駅から 2,3 分ぐらいね、こう床がオレンジになってるんですけど、それに沿って歩いていくと、この SL の広場にたどり着きましたね。だから上に乗ってはいけませんということで、これは特にね、運転台のところには入れない SL ですかね。あ、で、ここもね、写真撮れるようになってたりして、ちょうどここの後ろに転車台があるんですね。 SL 水上の機関車が折り返すときに、ここの転車台に乗って方向を転換するってことでしょうけど、さ、ではね、入場券で入ってみました。ここはね、もう駅の駅名表もね、こんな感じでオリジナルな感じになってるんですね。いやー、でもほんと静かですね。確かにたまに18切符でこれ乗り継いだ覚えはありますけど。で、止まってるのが普通長岡行きですね。時刻表を見てみると、高崎方面は19本ありますけど、長岡方面1日たったの5本ですね。いや、めちゃくちゃ少ないな。で、今13時40分発を見送るんですけど、前後にね、3時間以上空いてますもんね。では走り去っていきましたね。乗客は15名ほど乗ってたように見えましたね。なんだろう、もうね、こう昼間に走るのはこの1本だけだから、もっと利用者はいないものかと思いましたけど、ある程度はね、いるみたいですね。では列車を追う形で、私もね、隣の指曽駅に移動していきます。続いて指曽駅に来ました。確かに最近駅舎が建て替えられたと思うんですけど、これもね、また特徴的な形になってますね。コンクリートがなんか手前にせり出してるような感じで。で、ここもね、川の音は聞こえますけど、道路沿いのところで、ただ、周りに何もないですね。で、ただね、駅前に結構立派な郵便局がポツンとあって、これもなんか逆に不思議な感じがしますね。で、ただここもこっち側に2分ぐらい歩いていくとね、指曽川っていう川を渡るところがあって、その辺まで行くと温泉宿があるようなんで、見ていきますか。川を渡る橋のところにこのね、光る物体がありますけど、ここ川があって、で、上越線もね、ここで川を渡っていて、で、この辺りにね、家も何軒かありますし、宿と思われる施設もね、いくつかありますね。ちょうど片側交互通行がありますけど、この片側交互通行のあたりが指曽の、ね、メインストリートでしょう。じゃあちょっとね、駅に戻っています。さあ、では駅に戻ってきました。で、本当にね、トンネルの中にある土合駅は有名すぎるんですけど、指曽もね、結構面白い構造をしてるんですよね。ただ本当、本数が少なすぎて、土合で降りてしまうと指曽も降りて楽しむってことはできないんで、もう本当車で来るしかないですよね。これなかなか入り口がどうなってるのか気になるな。不思議な作りだ。こんなところになんか綺麗なトイレがある。で、乗り場案内、あ、水上高崎方面はこっちを上って、土合方面はこの右側のトンネルですか。どっちから行こうかな。あ、こっち遠いな。じゃあ近い方から行きますか。もうね、本数はやっぱ上下線で5本ですね。
夜の列車がなさすぎてもうここに臨時列車っていうね張り紙が19時のところ隠されて貼ってありますけど、多分18時23分がね終電なんでしょうね。さあ、じゃあ水上方面、あ、ホームに出ましたね。のどかですね。と海抜 557.43 と、いやーやっぱホーム長いですね。で反対側振り返ってみると、まあ、こっちが土合方向なんですけど、そう、指差といえばねこれですよね。まあ、この辺りループ線になっていて、急な勾配をね越えるためにループになってるんですけど、見えますかね、これがね線路をですねループしてってそこを通ると、向こう側が列車に乗ってる時に列車の中からねこの先通る指磯駅がちょっとね一足先に見ることができるっていうね、そういう感じになってますね。いやーでもホームからね外側を見てみても本当山で囲われてるって感じですね。いやー本当よくここにね鉄道通しましたよね。じゃあ反対の土合方面のホームにね行ってみますか。いや改めてこの分岐点に戻ってこっちですよね。結構長いですよねこれね。あ、これ長そうに見えてすぐそこホームなのかな。ちょっと上り坂になってますけど、階段じゃなくてねスロープで坂は上がりますね。おお、あ、こんな感じなんですね。へえ。あ、でしかもトンネルの入り口が見えるんだ。あ、こんな感じなんですね。いやでもここホームがねありえないぐらい長いですね。一応今黄色い線の一番端のところにいるんで、これより先はね業務用の通路なのかもしれないんで行かないようにしますけど、いやーだってこうねこうあって、いやー20両とか30両ぐらい止まれるんじゃないかって感じがしますけど、いやすごいな、なんでこんな長いんだろう。ちょうどねまたトンネルの真ん中ぐらいに来ていましたけど、ここにね出口まで 0.2 キロってなってるんで、向こう側からここまで200メートルと、で電車は1両で20メートルなんで、ここまでね10両編成止まりますね。でさらに向こうまで同じぐらいの距離あるように見えるから、やっぱり20両少々止まれるんじゃないでしょうか。30両はね言い過ぎましたね。ではね指磯駅はこんな感じにして、続いてね有名な土合駅行ってみましょう。この最近カフェがオープンしたとかなってますけど、どんな感じなんだろう。ではね有名な土合駅来てみました。そこねちょっと離れたところにドライブインがあるんで、そこで買い物とかもできるんですけど、言われてみるとそこのドライブインってなかなか行ったことないですね。で土合駅、まあ改めて土合駅ですけど、なんでここの入り口はねずっとねこの道がダートのままなんでしょうね。車でね入るのにちょっと勇気がいりますけど、この土合駅が2020年の8月にねカフェがオープンしたようなんで、でね土日だけ営業なのかなと思ったら不定休ということで、多分基本的には毎日やってみたいですね。で駐車してる車も結構いるんで、カフェ目的かね、見に来てる方も結構いらっしゃるようです。ちょっと行ってみますか。さあ土合駅ですね。いや思ったよりね人いらっしゃるな。水上駅の前より人いるんじゃないの。さあ駅舎に入ってみましょう。ここにカフェがあるのかな。切符売り場ここなんじゃないかなって感じはしますけど、ないですね。こっち側もねないですよね。でここはカフェだけじゃなくて宿泊施設としてねオープンする予定で、今はねまあその工事の最中みたいですね。でカフェだけ先駆けてオープンしたようなんですけど、ただカフェの姿が見当たらないと。まあ入ってみますか。でこんな感じで左の越後湯沢方面が例の486なんですね。で地上のホームが水上方面と。で生産所ってありますけど、あカフェってこれか。全然カフェっぽくないけど、多分まだね仮設の状態なんでしょうね。でしかも9月28日から10月7日まで休みということで、インスタグラムで情報が発信されているようですね。あじゃあ結構人いるけど、これカフェに来たんじゃなくて普通に駅見に来たのか。結構観光地として有名なんですね。じゃあね、私も前のドアイダッシュの動画で訪れてますけど、一応ね見ていきますか。でここもホームはね長いですね。こんな感じのところで、このね前後にループ線が挟まれてますけど、こっからループはね見えないですね。
じゃあね、結構遠いけど、せっかく来たから行きますか。あの486段往復か。いやー、越後湯沢方面のホームに向かうところにこうゲストオンリーってありますけど、あ、こっち側に宿泊施設できるのかな。あ、もしかしてこれですかね。これに宿泊するみたいな感じなんですか。まあ、これはこれで面白そうですけどね。ちょっとできたらね、ちょっと来てみたいですね。で、結構ね、やっぱ昼間だからか、挑戦者が結構いますね。じゃあ無事にね、降りましたね。降りたってことはまた登んなくちゃいけないのか。いや、後ろ振り返ってこれは絶望ですけど、まあね、とりあえずホーム見てみましょう。まあ、ホームはこんな感じで、というか結構ね、観光客いらっしゃったのに意外と誰もいないタイミングで当たりましたね。で、なんかちょっとうっすら霧がかかってますね。結構ここも不思議な行動で、伏線でね、線路が引けるぐらいの敷地があるけど単線ですね。ここのね、ホームから一本ね、後ろに下がった方のところに待合室がありますね。あ、改札まで10分かかりますわ。こんなボードここにあったんですね。へー、あ、でこんなところにトイレもあったんだ。あ、全然知らなかったな。いや、でもここね、よく夏に行くと涼しいって言いますけど、今はね、もともと涼しい日なので、気温は外と変わらないですね。ここ看板もありますけど、日本一のモグラ駅、462段の階段と24段の階段で486段ありますね。ホームにね、全然人がいないなと思ったんですけど、謎が解けて、あまりにもね、階段が長いんで、もうこの辺で階段の写真を撮ればインスタ映え的には満足するんで、下まで行かずにね、引き返す人が結構多いみたいですね。いや、登った。はあ、このこれですね。お疲れ様でした。出口まであと143メートル24段です。頑張ってくださいとね、これが強調されていると。まあ、疲れた体に鞭打つというね、形ですね。じゃあやっとね、登り終えましたね。いや、疲れたな。ではね、続いて隣の土樽駅移動していきましょう。と、高速道路上に設定しないですね。長期規制区間を通るルートが探索されました。ルート変更から規制を回避するルートが探索できます。どういうことだ。高速じゃなくて一般道でね、行きたいですよね。長期規制区間を通るルートが探索されました。で、一般道で行くと72キロ、到着予想2時間半後だけど、いやいやいや、どう、そんな離れてんのこれ。高速使っても1時間でしょ。しかもこれで多分ね、このさっき高速道路上にどうとかってなってたんで、高速のすぐ真下に多分駅あるんでしょうね。で、多分そこを通り越して戻るようなルートになりますけど、まあね、これ行くしかないですね。ではね、土樽駅ではなくて土樽パーキングエリアに来てみました。ここはね、店とかもなくて、本当にちょっとトイレがあって駐車場がね、あるだけの本当のパーキングエリアって感じですね。トラック含めても4台しかね、止まってないですね。でね、まあ、ここからちょっと行けば土樽駅なんですけど、ここで降りることはできないんですよね。スマートインターチェンジでもね、あればいいんですけど、もうね、なんだろう、順番に駅を巡れば最短で行けるっていうのを覆してきましたね。もう土合から行った水上駅よりさらに南に行って高速道路に入って、水上インターですね。でそこから高速に乗って、ここで降りればいいけど降りれないから湯沢インターまで行って、もう越後湯沢駅のね、すぐ近くですね、そこまで行ってまた戻るっていう、もうこの水上から越後湯沢を一往復するようなね、感じになっちゃってますね。いや、だから相当険しいところにね、こう上越線通ってるんですよね。これがね、2つループがあったりとかね、そういうことなんでしょうけど、いやー、ほんとね、遠いな。さあ、土樽駅の近くまで来ました。ここめちゃくちゃ道が険しいですね。これね、かなり隠れた秘境駅みたいな感じだと思うんですけど、ただすぐ横、めちゃくちゃ近くにね、高速道路ですね。いやー、ここでね、高速を入れればね、もう数十分時間が違ったんですけど、いやー、だってね、あっち側に目立つ建物はあるけど、あっち側からはね、来れないんですよね。さっきね、カーナビで入れたらあっち側に間違って行っちゃいましたけど、こっち側はなんか車すらね、めったに通らないような道路しかないですけど、やっぱり登山だとか、あと近くね、川が流れてますから、その川とかをね、見に来るのに使う駅なんでしょうね。ここの周りに本当家とかないですもんね。すごいな。いやー、だって駅の敷地のね、向こう側に抜けられるかっていうと、一応獣道があるけど、これも進めないですよね。
獣道がこんな感じになってるけど、これ以上はいけないですね。で、向こうとかもう崩れかけてる廃墟とかですから。いや、本当にこんな駅あるんですね。じゃあとりあえず駅の中入っていきますか。なんかね、待合室は人がいらっしゃるようなんで映せないかもしれないですけど、さあ駅の中入ってみました。あ、待合室にね、結構古い電車の写真とか貼ってありますけど、まあね、列車待ってる方いらっしゃるので、映すのはよしておきます。ただ次の列車2時間後ですけどね、まあ多分登山とか行ってその帰りでもここで待つしかやることがないみたいな感じの方でしょうけど、ここのホームの構造も独特ですね。本当に駅名表あって土たる、こう昔ここのホーム使ってたとかかな。あー、でそこの名所案内もなんか1本奥のホームのところにありますね。いやー、これ変わった構造だな。でそこの階段を渡って向こう側もなかなか面白そうなんで行ってみますか。まあこんな感じで、でちょっと調べてみたら2008年より前はまあこう線路が4本あったみたいですね。駅に列車を止めて通過待ちとかができるスタイルだったみたいですけど、それを廃止して、まあ、今ねこう立ってるのがもともと線路があった上ですよね。ちょうどね、この奥に、まあ、廃線跡みたいなものですよね。前の線路が途中まであって、それに対応するホームがそこだったんですけど、まあ、その線路は廃止されて、こうねこう今立ってるホームのところに対応する線路があるという形ですね。いやー、こんな構造の駅あるんだ。いや、面白いなあ。で昔はね、この昔のホームの方から駅の出入り口の裏の方に道が続いて、あの家からね便利に使えるようになってますけど、今はね、まあ、向こう側からね実質繋がってないですもんね。まあ一応ね、行こうと思えばそこを越えて、そこのねロープを越えれば一応ホームには入れますけど、正式にはね繋がってないですよね。じゃあ一駅移動するのに予想以上にね時間かかっちゃったんで、暗くなる前に次の越後中里を移動していきましょう。さあ、では越後中里駅に到着しました。ここはね店とかね家とかも増えてきて、だいぶね人の生活があるようなところに行きましたね。で駅舎もすごい立派で大きいですね。おお、まあ入ってみましょう。すごいな。スキー場とかでのね利用もあるんでしょうかね。すごい広い待合室、まあ、昔は駅員さんがいたんでしょうね。でこの観光案内所はこれはね、今も営業してるようですね。時間が限られてますけど。でここは乗車駅証明書のタイプですね。そうですね、1日5往復なのはここまでで、ここから先はねやっぱり越後湯沢の周辺の通勤通学エリア内ですか、そこに入るので本数は 1,2,3,4長岡ホームは9本にね増えますね。ではホームはこんな感じで、あーでも駅の裏にねすぐ中里スキーセンターって書いてある。あーじゃあすぐね駅の裏がスキー場なんですね。で2番線3番線で来てみましたけど、なんかブルートレインがあるの見えますね。すごいな。でそこにブルートレインがあるんですけど、どうやら調べてみたらこのスキー場のね無料休憩所としてね開放されてるようですね。まあ、スキー場の利用者専用だと思いますけど、うん、今日はねやってるようにはね見えないですね。いやでも1両だけじゃなくてね、こう 1,2,3,4,5,7,8,9,10両、10両もねあるのがすごいですよね。いやこんなずらっとつながってブルートレインがあるのを見れるとこってなかなかなくないですか。ではこんな感じで続いての岩っぱらスキー場前駅ね移動していきましょう。さあでは途中駅として最後の岩っぱらスキー場前駅に来ました。まあ、さっきのね越後中里もスキー場前ですけど、ここの駅は駅名にスキー場前ってついてますね。さっきの越後中里と比べてね急に簡素な駅舎になりましたね。こんな感じで乗車駅証明書タイプですね。この窓口があった後かな。でこんな感じで、あここもなんか変わった作りしてますね。こういうねホーム線路ホーム線路っていう配置になってますよね。普通はねホーム線路線路ホームってなってると思いますけど、でホームがすごいカーブしてるんですね。いやでもこう駅前を見てみると、さっきの越後中里の方がスキー場前だったような感じがするけど、これ最寄りのスキー場ってちょっと歩きそうですよね。スキー場前徒歩10分ぐらいですね。あーでこの高速道路近いんですね。
で、反対側のホームにはどうやって行くんだろうっていうと、なんとね、ちょっと外から行くみたいですね。越後湯沢長岡方面は地下道をお通りくださいということで、この改札の外のここに地下道があるんですね。あ、はい。あ、で、乗車駅証明書はこっちにないから、あそこの駅舎のところでもらって、で、ここを通るということですね。いやー、でもこのね、ホームの配置といい、この地下通路といい、やっぱりどことなくね、変わった構造の駅ですよね。じゃあね、まあこんな感じで次のね、最後越後湯沢駅移動していきますか。さあ、そしてね、最後越後湯沢駅ですね。まあここは新幹線も止まるね、大ターミナル駅ですから、一応中見ていきますか。次の上越線は2番線水上行きの最終列車です。あ、本当に17時50で最終なんだ。めちゃくちゃ早いな。いや、こんな表示がわざわざ出るとはね。ちょっとホーム見てみますか。ちょうど北北線が入ってきましたね。まあ、北北線がここの越後湯沢まで乗り入れてと。水上行きの最終を見たい気持ちもちょっとありますけど、ちょっとレンタカーの返却時間も迫ってますしね、まあ、真っ暗になっちゃうでしょうから、とりあえずこれでね、動画を終わりたいと思います。ではね、まあ、こんな感じで北北線全駅下車じゃないのに北北線を見ながら終わるという形になりましたけど、こんな感じでね、上越線途中駅なかなか降りるのは難しいですけど、興味ある方はね、行ってみてください。こんな感じでこの動画は以上になりますので、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。